どうも、ともハッピーです。劇場版ご機嫌帝国オメガアイアムクールジャパン白畑一穂です。なんか挨拶長くなりましたね。え、そうですか。あ、劇場版ご機嫌帝国オメガがついたからからのアイアムクールジャパン白畑一穂何文字だったら数えられないやっていうね感じなんですけど、今日ね、東京の高円寺にあるおしゃべりどころ家虎さんにお邪魔しちゃってます。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。はい、ここね、はい、おしゃべりどころ家虎さんはなんと一応さんがねオープンしたてのお店ということで、はい、コンセプト飲み屋さんなんですよね。そうですね、はい、アイドルオタクのための飲み屋っていうことで、うんうんうん、新しく3月にオープンしたんですけど、まあ、アイドルオタクの人がこうライブを見終わった後に来てこうライブの感想戦をしたりとか、あ、いいっすね、俺の推しメンのここが可愛かったと か、 なんかアイドルオタクの人って、はい、その日撮ったチェキをご飯に添えて写真を撮ってなんかアップするっていう、それ見たことあるあのチェキと一緒に乾杯とか、あ、そう、チェキと一緒に乾杯とか、うん、見たことあります、うん、なんかね、その日撮ったチェキを写真に撮ってアップするって SNS にアップするみたいなのが、はいはいはい、なんかなんか文化としてあるみたいで、これ結構最近の文化ですか、うん、なんか最近の文化じゃないですかね。チェキがこう普及して、うんうんうん、それが当たり前だった、だからここ数年の文化だと思うんですけど、それがすごい面白いなと思って。面白いですね。それをそのチェキをそのなんていうんですか、もう一回写真を撮るための仕組みみたいなのもあって、これとかはちょっ ちょっとじゃあ見せますね。はい、はい、こんな感じだそうです。ここにあのチェキをスッと差し込めるようになってるんですよ。はい、でツーショットのチェキをこう差し込むと入籍できるっていう、私たち入籍しましたって書いてあるところにチェキを差し込むと、差し込むとなんとまるでアイドルと結婚したかのようになれる。そう、はい、そうなんですよ。でみんなここに来てこうチェキをはめて、はい、入籍した推しメンと入籍したって言って写真を撮ってアップしたりとかしてくれてるんですけど、うん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 、そういうものがこういくつか店内にあったりとか、なるほど、あとは一緒にライブに行く人をちょっと募集するためのなんか掲示板みたいな、つながり掲示板っていうものがありまして、いっぱいありますね。いっぱい貼ってますね。いっぱいになっちゃう。あれ結構個人情報だらけですか。いやでもオタクネームとツイッターの ID と、はい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 、推しメンとあとオタクとしてのスタイルみたいな。あ、じゃあ写しちゃっても大丈夫な、全然大丈夫です、個人情報ですね。はい、大丈夫です、はいはい、っていうのをこう貼って、なんかオタク同士がこう交流できてオタ活がより楽しくなるっていうための飲み屋です。おー、はい、すげーですね。コンセプトだけじゃなくて工夫もすごそうな感じで、うん、今日ね、そう、勉強させてもらいに来たんですよ、実は。僕も、はい、まあ、伊調さんも大好きなね、うん、マジック・ザ・ギャザリングのことがね、好きな仲間たちが集まるバー、はい、MTG バーをね、高田の方で、この後やらせていただく予定なんで、はい、コンセプトの皆さんっていう意味ではかなり近いのかな。そうですね、かなり近い。考えてて、うん、もうアイドルかマジックかっていうね、うんうんうん、その違いなんで、うん、奇遇にもね、同じ時期にね、いや同じ時期ですよ、うん、ツイッターでだから見かけて、あれ、なんかタイミング近いと思ってね、なんかすごいですよねうん、もう全然ね、僕ら違ってて、伊調さんはアイドルグループのメンバーであり、はい、リーダーであり、はい、社長であるみたいなね、はい、そんな感じのお方で僕はカードゲームの人で、うん、専門店の経営者で、まあ、お互い YouTube もやってるんですけど、うん、そんな中コンセプト飲み屋同じ時期にタイミングがね、発表して、僕の方まだ準備中なんですけど、うん、もう場所とかは決まってるんですか。高田の馬場でもうテナントも決まってて今工事してます。あ、はい、じゃあ今内装中。そんな感じです。じゃあもうここ1、2ヶ月ぐらいでオープンまで。そうですね、まあ、内装できて届け出してっていう流れでそのあと予定してるんですけど、うん、やっぱりね、世の中にお酒飲む場所ってたくさんあるじゃないですか。ありますね。で、うん、お酒飲む場所ベースで考えたら自分と趣味が近い仲間が集まる場所っていいなと思うんですけど、うん、僕らそっちベースじゃなくて、うん、マジック・ザ・ギャザリングベースだし、うん、アイドル好きの皆さんがもっと喜ぶ何かないかなベースじゃないですか、うんうん、そうですね。飲み屋やりたいな、どんな飲み屋がいいかなじゃないですもんね。いや逆ですね。アイドルオタクの人たちがなんか何を求めてるのかな、うん、それを考えた時にライブ終わりにみんな飲みに行くんですよ、うんうんうん、でライブ終わり飲んで今日ここは楽しかったとかって話すんですけど、なんかそういう場所提供したいな。おお、そこからですね。そうっすよね。だってなんか適当な場所に行っても好きなことが同じ仲間だから楽しいけど、うんうん、さらにそれが楽しい時間が加速するような場所あったら、そうそう、いいっすもんね。いいなと思って。いや僕もね、奇遇にもここも同じなんですよね。おこう全く新しい人がもちろん来る入り口になってほしいとも思ってるんですけど、うんうんうん、カードショップとか大会とかで
こう楽しくプレイした後にみんなでさらにこうくつろぎながらさらにカードゲームやってもいいし、あの語らって飲んでもいいし、まあ、なんかでスタッフもね、子だったらアイドル好きのスタッフさんだったりとか、そうですね、あとアイドルの子が来て一日店長したりとかもあるし、ね、うちもそんな感じでマジック好きのスタッフとか、あとはまあ仲良しの開封大好きよしひろさんが店長の日もあるかもしれないし、まあ、いろいろありえるんですけど、まあ、僕も店頭立ってたりもする予定だし、あ、いいですね、はい、伊調さんなんてね、結構いますよね、お店ね私めっちゃいて、普通になんかバイトの子がやってる時も普通に来て、普通にここで仕事したりとか、普通にこの間メンバーみんなで普通に飲んでて、ここで普通に打ち上げみたいな、打ち上げ、なんかその打ち合わせがてらここで飲んでみたいな、普通にいます、だからめちゃめちゃすごいっすよね、いや全然いないもんかと思ってました、なんかむしろ直接系してるんじゃなくて、うん、もしかしたらタイアップのインフルエンサーとかの可能性もあると思ったんですけど、名前貸しの店長みたいなね、そうそうそう、いやがっつりなんかここちゃんと経営して、うん、すごいな店にいるしみたいな、そう、でも多分これからバイトだけで回せるようになったら、はい、まああんまりいなくなるかもしれないですけど、まあそうですよね、今まだ立ち上げて1ヶ月も経ってない、うん、活動ありますからね、はい、そうそう、やっぱお店のことも見たいし、ちゃんと回ってるかなとか、やっぱり走り始めてから気づくことがすごく多いんですよ、うん、特に1号店ですからね、うん、もう本当にずっと一人で準備してたから、それこそ食品衛生責任者の資格取りに行ったりとか、はい、飲食店の営業許可証を取りに行ったりとかっていうのも全部一人でやったんで、大変、めっちゃ大変でした、すごい、だからアイドルで社長ってその言うと、いや、それはなんか名前ばっかりで、うん、裏で誰か大人がやってて、あ、なるほどやってるんでしょって思われるんですけど、私マジで全部ガチでやってますから、アイドルで社長ってだけで正直いろいろあるじゃないですか、まず、うんうん、アイドルやってるだけで結構大変じゃないですか、うん、大変、練習とかすればするほどいいし、うん、たくさんライブとか行くし、うん、で社長もやってて、なんならこうグループのいろいろ決めるその実際のマネージャープロデューサー的な動きもしてて、ね、誰かなんかこう頼もしいリーダーがいて、そうそう、その人軸で回してんじゃないかなと思ったら、結構アクセクいろいろされててね、そう、人に任せるのが下手なんですよね、割と今後ちゃんと振っていきたいなと思ってるんですけど、かなりね応援されてのオープンでしたよね、このイエトラさん、いや、そうなんですよ、クラウドファンディングでね、はい、開業の資金をね、お店を作る資金をクラウドファンディングで、うん、ファンの人と一緒に作りたいなと思って、うんうんうん、なんかオタクが何人協力した、はい、オタクのための飲み屋って言いたいなと思って、うんうんうん、で一応100人協力者を目標にして、はい、オタク100人が監修したオタクのための飲み屋みたいなのをやりたかったんで、うん、クラウドファンディングで資金集めをしてっていう感じで、僕もクラウドにお金送りました、はい、一番いい支援をして、いや、もっといるでしょ、もっといるでしょ、いや、でも一番いい支援ですよ、本当にありがとうございます、全然あのちょっと一口みたいな感じで応援させてもらったんですけど、どうすかって、イエトラさん儲かります、儲かってます、いや、でもまだこれ始まって1ヶ月経ってないんですよ、でまだやっぱりちょっと不安ではありますよね、最初だからみんなやっぱりちょこちょこ来てくれたりとか、うん、まあ、私がなんか立ってるっていうのもなんとなくみんな知ってるから、伊調さん立ってたら集客全然違いそうだったんですよね、いるしと思って会いに来てくれる人もいるんですけど、まあ、正直最初って飲食って絶対マイナスから始まるじゃないですか、ここしかないコンセプトだから、そうですよね、他にやっぱないんで、ここに行ったらそのアイドル好きの人たちが絶対にいる場所って皆さん思ってくれてるから、うん、オープンしてやっぱ 1,2 週間ぐらい経ってからちょこちょこ、私のファンだけじゃない人とかツイッターで見て面白そうだから来ましたっていう人は結構来るようになって、それはなんかいい感じの雰囲気にはなってるなっていう、いいですね、うん、どうしてこれ高円寺だったんですか、本当はその渋谷のライブハウス、やっぱ道玄坂とかあの辺が結構ライブハウスが多いところだったんで、あの辺で、まあ、最悪新鮮とかあっちの方でやりたいなって思ったんですけど、もうね場所が開かないし、やっぱりちょっと予算的に金額が高いところが多くて、うん、いやちょっとこれはきついかもって思って、ちょっと一回考え直して、うん、まあここを目的に来てくれる人たちだから、まあそんなに遠くなければ行けるかなっていうことで、はい、まあ、なんとなく人が住んでる方向にこうライブ見て帰るときにちょっと寄れるみたいな、新宿から近いしみたいな、そう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 、うん、っていう感じにしようかなと思って中野公園寺阿佐ヶ谷あたりで探して、まあ、ここが見つかって、でカウンターとプラス座席が良かったんですよ、はい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 、まさにまさに、そう、カウンターと座席で16席ぐらいですか、そんぐらいですね、うん、でもなかなかやっぱカウンターだけのところとか、はい、座席がないとかやっぱあって、でここはもう間取りは本当にベストだし、うん、確かに、駅からもすごい近いからいいなと思って、駅から徒歩 2,3 分なんですけど、はい、
そう、駅近いんですよ。高円寺、やっぱりそう、駅として別に便利だし、うん、駅からこんだけ近いから、なんか確かに来てみれば意外と来やすいなみたいな、普段ね、馴染みない街だったんですけど、あんまり。駅からめっちゃ近いんで。なんかね、まあ、イニシャルのね、金額回収とかね、言い出しちゃうとなかなかまだ大変だと思うんですけど、うん、でもランニングでは結構利益ちゃんと出ていきそうなイメージですか、今のところ。出ていきそうな感じです、今のところ。うん、皆さんがね、こんだけ笑顔になれる場所だったらね、うん、やっぱり、うまくいくのかなって感じで。そうですね、はい、今のところ、まあ、その初期費用を考えなければ、まあ、利益は一応出てはいる状態なんで、うん、まあ、この状態が続いたらちゃんとまあ初期コストも回収できていいのかなっていう感じはあります。うん、僕も飲食はまだやったことなくて、うん、まあ、MTG バーやるのに正直そのワクワクだけじゃなくて不安もあるところもあって、うんうん、やっぱり店舗って最初はやっぱり一番人来てくれるっていうか、特にもともとお世話になってる人とか応援してくれてる人とか知ってくれてる人が多い場合、うん、最初はやっぱりこうご周期期間なんて呼んだりするんですけど、カードショップでも最初の 1,2 ヶ月は売り上げいいんですよ。あ、そうなんだ。みんなその1回は行ってみようとか、うん、お金をこう使ってあげたいみたいなのが強く働くんです。やっぱりこうおめでとうってやっぱり日本お花を出す文化もあるぐらいだから、うん、そうですね、こう何か商品を買ったりサービスを使うことで結構やってくれる方が多くて、やっぱり 2,3 ヶ月目からどうなるかっていうのを注視して、それは怖いですよね。作戦をね立てていかなきゃいけないのかなって飲食においてもちょっと感じてて、だからね、あの長さんがね、来月もね再来月もね注視してるとね結構暑いんじゃないかなとか。確かにね。でも実はその4月から1ヶ月間今その私はまあ本業でやってる劇場版ご機嫌帝国オメガっていうグループでやってるんですけど、結構やっぱライブとかイベントで この動員だったりとか、はい、そこでグッズを売って収益を上げてるみたいなのが多いんですけど、今ちょっとご時世的にイベントとかライブがちょっと打てなくて、うん、もうバンバン中止になってるし、特に自粛を求められてるところですよね。普段のメインの活動場所がもう今なくて、かなりもうテレビの収録とかも飛ぶレベルなんで、はい、ロケとかもできないとかで、ちょっとどうしようかなっていうところで、まあ、ちょうどこの家トラがオープンしたってだったんで、うん、その4月はもう1ヶ月間ご規定で1ヶ月店長っていうのをやるんですよ。おお。なんで毎日4月いっぱいはメンバーが日替わりで、すごい絶対に誰かいるっていう。暑い。しかもなんか 2,3 人いる日もありそうですよね。 2,3 人いる日も中には多分あるかもみたいな。これはもう情報的にこの動画を出すときは大丈夫ですね。はい、大丈夫です。今日も発表しちゃうんです。もうやってるぐらいですね、じゃあね。はい、やってます。はい、なのであの月曜日定休日なんですけど、はい、それ以外の日はそのご規定のイベントとかで臨時休業じゃないときはメンバーが誰かしら。そのいつ行くと誰がいるっていうのはどこをチェックしたらいいですか？はい、それはですね、あのファンクラブに入るとわかる。ファンクラブに入ると月500円の。そうです。はい、メンバー個人のファンクラブがあるんで、そこに入ってると。そのなるべくやっぱりあの応援してくれてる人に知らせてあげたいんで、うん、私のファンクラブに入ってる人には今日私いますよ、あ、ついていますよみたいな感じで教えてあげる。でメンバー個別にそれをみんなやってるっていう感じです。僕もあの、ね、劇場版ご機嫌帝国オメガさんの、まあ、ファンなんでファンクラブ入らせてもらってるんですけどありがとうございます。ホノさんのファンクラブじゃなくて、そう、初詣ホノさんの、ね、ファンクラブ入ってるっていう、ね、ホノ推し。謎の伊調さんはもうね、神様すぎて伝道みたいな感じで、ね、なんか、うん、押さなくてももう勝手に飛んでくかなみたいな。あー、あるある、それリーダーあるある、押されないっていう、ね、強すぎみたいな。そうそうそう、強すぎみたいな。いいや、押さない。もう押されすぎてるから天の弱タイプのファンだから。はい、もう営業許可書取るとかその準備、そういう準備はできてたんですけど、いざそのお店が始まって、じゃあこうお客さんが入ってきてこうどこに座ってとか、そういう流れとかを、うん、なかなかちょっとシミュレーションする、もうこれ本当に言い訳になっちゃうんですけど、時間がちょっとなくって、はい、始まってからそのいろいろ準備して、それこそプレオープンの時とかに気づいたこともいっぱいあるし、まあ、アイドルオタク特有だとは思うんですけど、はい、始まってから本当にオタクのみんながすごい協力してくれて、おー、これ足りないでしょとかって、ないものをなんか持ってきてくれたりとか、いいっすね。あの、うん、ありがたいことちゃんと言ってくれるんですよ、これあった方がいい。だから何持ってきてくれたんですか？例えばあの手をこう除菌するやつとか、あ、アルコール、アルコール除菌とか、あと高円寺トイレットペーパーが全然買えなくて、そのオープンで、はい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 、トイレットペーパーもし余ってる方がいたら1ロールでいいんでくださいみたいな言ったら、うん、なるほど、みんなそのこの箱のロールで持ってきてくれて、ね、うん、あとここはもうちょっとなんか例えばその表のショーケースにチェキをこう飾
っててそのチェキも買えるよっていう感じなんですけど、チェキ盗まれるから、はい、ショーケースに鍵つけた方がいいよとか。チェキ盗まれる、そう、わかんないけど、そんな時期に聞いたことないですけど盗まれるよみたいな、はい、でオタクにとってやっぱチェキは、ね、通貨なんで。確かに確かに、そうそうそう、お金がぶら下がってるみたいな感じなんですよ、外に。だから盗まれないように鍵つけた方がいいとか言われて、まあ確かにと思ってその場でアマゾンでポチってとか、そういうのをもうオープンしてからもうやりながら、こうやりながら、こう皆さんのことを思って作ってる場所だから、うん、イコール思われやすいことにもつながってて、みんなに助けられて、なんとかこういろいろ問題は出てくるけど乗り切って進化し続けてる店ってことでいいですかね。そんな感じですかね。本当にやっぱ、うん、そのみんなで作るっていうのは私すごい好きで、うん、なんかその作った場所でオタク同士が友達になったりとかしてるのめっちゃ幸せなんです、それを見るのが。はい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 。違うアイドル好き同士がいつもどこのライブ行ってるんですかとかいう話をし始めて、そこでなんか連絡先っていうかツイッター交換したりとか、はい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 、今度どこどこのライブで一緒になるんで一緒に湧きましょうよとか言って、おー、一緒に湧きましょうよって、いいですね、なんか掛け声実はうちのこの推しのワンマンがあるんですけど、うん、ちょっと動員厳しいんで来てくれませんかとか、あ、じゃあその日ちょっと現場回せるんで行きますよみたいな言ってるんですよ超幸せで、それがいいですね。そう、うん、だからなんかそういう場所になんかなったらいいなって思うし、そういうことをしたいことがあったらどんどんやっぱ取り入れたいし、まあ、ちょっと他の飲食店とはやっぱり違うなっていう部分だと思うんですけど、そのコンセプト飲み屋だからこそそのコンセプトにこう特化してる人たちが来てくれてるんで、そうですね、そこはなんか一緒にこう作っていけるっていうのはめっちゃ強みだなって思う。うん、MTG バーもきっと MTG 好きの人とか、あとマーピスと知ってる人がきっと来ると思うんで、その辺はなんか頼っていいっていうか、甘えたらちょっとダメかなって思いますけど。そうですね、うちもバーだから少しはカチッとしようかなと思ったけど、あの甘えてもいい部分は甘えていろいろ聞いちゃおう、お客さんに、うん、そう、うん、なんかそこはちょっともう全然もうプライドとかもないじゃないですか、飲食も初めてだし。そうですね、で本当になんか本当によくしたいから全然聞くし言ってほしいし、よかったら取り入れたいしっていうところではありますね、うん、こういう場所あったらいいな、こういう場所にしたいな、うん、そして今実際そういう場所になっててハッピーみたいな手応えが感じれてて、うん、まあ、日々助けられて進化もしてるし、うん、モチベーションもねガッツン上がってる状態だと思うんで、超楽しいですよ、家とか楽しい、まあ、うまくいく気しかしないですねこのビジネスは。うまくいってほしい。もっとうまくいかなそうなビジネスの方が勉強になる部分は多いですけどねいや、なんかでも僕も意外とうまくいきそうみたいなね、はい、ここいや、僕も MTG バーやるのに、はい、あの自信が持てました。あ、よかった、はい、僕も皆さんのこうね、MTG 好きの皆さんのこう笑顔をイメージしながらお店準備してるんで、うん、いや、自信になりました。でも自分がそういうとこが欲しいと思ってやりますもんね、絶対、はい、マーピーさんそういうバーがあったらいいなって思ってやるから、うん、私もそういうなんか自分自身もアイドルすごい追っかけてた時があって、うんうんうん、そういう時になんかライブの感想とかをみんなで飲み屋でやっぱ話すんですけど、普通の飲み屋でチェキ広げたりとか、はい、マジックもそうだけど、はい、飲み屋でカード広げたりとかできないじゃないですか、やっぱなんか普通の居酒屋とかで、まあ、そうですね、そういうテンション上がってそういうこともあるんだけど、うんうん、あんまりやりやすくはないですよね。若干気まずいなみたいな、なんか店員さんの目だったりとか、そう、なんか半個室とかだったらいいけど、あ、そうそうそう、ね、お客さんぎゅうぎゅうだったらね、うん、でも小さい店とかだったらあまりやりやすくはないかな。そうそうそう、うん、私もなんかそういうのを特化してる場所があったらいいなと思って始めたこともあるんで、絶対きっと需要はあると思います。僕はまだそのチェキ文化にそこまで触れてないんだけど、ライブ行った時はやっぱ1、2枚取らせてもらって、うん、それをね、TCG のバインダーに入れてますよそのうちの思い出として今ね、ナインポケットが1ページ埋まったところです、はい、おー、いいですね、順調に市長さんのも入ってます、ありがとうございますある意味僕みたいな感じで、アイドル好きだけどまだこうにわかっていうか、ライトなアイドルファンみたいな人でも、うん、なんか面白そうな場所で飲みたいなって思ったら全然来てくれていいんですよね。いや、もちろんですよ。普通に飲んでて、この間僕も楽しかったんで、よかったらね、うん、皆さんもぜひ一度おしゃべりの頃、イエトラさんにね、はい、足を運んでみてください。結構そういうアイドル文化初めての人も多い、うん、逆にここ来て、そのファンの人にちょっと話を聞いて、うん、ちょっと知り合いできたから次ライブ行けるな、みたいな、うん、それもいいっすよね、うん、一人でやっぱライブいきなり行くのって、ね、心細いっていうか勇気いるし、そう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 、皆さんもいい人多いから結構教えたがりなとこありますよね。いや、そう、みんなめっちゃ教えてくれる、うん、僕結構知りたがりで聞いてたら楽しかったんで、うん、なんか楽しく飲みながらいろいろ詳しくなれちゃうかもしれないし、うん、高円寺なんでね、はい、結構来やすい場所なんで、よかったら来てみてください、はい、そんな感じでね、いろいろ
お話聞いてきたんですけど、僕の場合はここみたいに力っていうよりはもともとカードゲームショップがあったじゃないですか、うん、その中 で、 そうです、ね、マジックザギャザリング専門カードショップっていうコンセプトカード屋ならやってたんで、うん、その時のこう実体験があるから、まあ、バーでもいけんじゃないみたいな、 TCG バーは受けてるし、ね、MTG バーだけでもいけんじゃない、喜ばれんじゃないみたいなこともあって、うん、比較的こう不安もあるけどまだちょっと少なかったのが、うん、ね、より大きなこう不安もありながらトライしてうまく出るね、いちほさんの話を聞いて、うん、もうなんかもう心配いらないなみたいな、もう自信持って喜ばれに行こうとね、僕も思いました。大丈夫です、ありがとうございました。はいはい、というわけでよかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そしてはい、劇場版ゴキゲン帝国オメガの YouTube チャンネルもあります。ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。というわけで今日は僕トマッピーと白畑いちほでした。高円寺おしゃべりところ家虎さんからお送りしました。ありがとうございました。